ダッシュの終わり。今回の会場は愛知県小牧市の小牧市役所。小牧市は1955年に小牧町恥岡村篠岡村が合併して誕生。今年の2020年で市政65周年を迎えます。2012年に現在の新庁舎が建てられ、シンボルである小牧山と並び、小牧市の未来を見守っています。各階の休憩スペースや6階の食堂は皆さんも気軽にご利用でき、市民の憩いの場としても活躍しています。さてさて、今回小牧市役所を走るのは小牧市在住のシンガーソングライター稲熊さん。来週末の小牧シティマラソンにも出場予定。音楽活動のみならずマラソンなど様々なことに挑戦し、小牧市の子ども夢チャレンジを応援しています。小牧市にメロンの花火打ち上げます。2020年で市政65周年、一緒に駆け抜けましょう。ダッシュの終わり。次回は小牧のスターバックスコーヒーを走ります。また来週お会いしましょう。